どうも、スカーレット・バイオレットシリーズのカードリストを発表となりまして、これで第1弾環境のカードプールほぼ確定したと言っていいでしょう。まあ、どうせすぐ次の弾出ると思うけど。で、新規の超汎用トレーナーズ、カッコネストボールなど、それから再録される汎用トレーナーズ、カッコ博士の研究ハイパーボールなども判明したんですが、まあ、まだまだ D レギュレーションのカード落ちるとはいえ、剣盾シリーズのカードも現役なもの多いです。これからしばらくは剣盾シリーズとスカーレット・バイオレットシリーズの混在する環境になるわけなんですけど、この動画では剣盾シリーズのカードの中からこれからも使用頻度が高いと予想されるカードをその理由とともにまとめておきます。まあ、言ったら初心者の方々に媚びを売る動画になるんですが、スカーレットバイオレットシリーズでポケカ始める予定の皆さんあたりもこの辺のカードぜひ集めておいていただけると大会レベルのデッキ組みやすいかなと思われますので、まあとりあえずこの辺集めとけみたいな感じの話なんでね、良ければ参考にしていただければと思います。まずはポケモンから1枚目、輝く月光がデッキに1枚しか入れられない輝くポケモンっていうやつの一種なんですけれど、特性隠し札がデッキを選ばず採用できる強さ。毎ターン手札のエネルギー1枚捨てるだけでカード2枚引くことができるので、デッキ全体の安定化に大きく貢献してくれると思います。トラッシュのエネルギーを利用するデッキなども多数存在していて、そういったデッキではエネルギー捨てつつ手札補充もできるバケモンカードとなる。特にこれからの新環境で注目が集まる、例えば雷タイプのモココなんかはトラッシュの雷エネルギーをポケモンに加速できる特性を持っており、輝く月光河は必須級のポケモン。また新登場するサーナイト EX もトラッシュの超エネルギーを一気に加速する特性を持つんで、おそらくこちらにもほぼ間違いなく採用されることになるでしょう。またこいつ特性だけで十分強いんですけど、技に関しても相手のポケモン2匹に90ダメージっていう相当イカレポンチな性能してって、水エネルギーを採用している場合はクソほど優秀なサーバタッカーにもなりうる。既存のデッキだとロスト系のデッキにおいては手札補充を兼ねつつ、ミラージュゲートっていうイカレたエネ加速カードによって簡単に月光手裏剣打てますし、水タイプのデッキを組む場合にはパルキア V スターのスターポータルによって、これもまた一瞬で月光手裏剣に必要なエネルギーを揃えることができてしまうと。基本どんなデッキに入れても間違いなく役に立つバグレベルの汎用性を持つ上に、アタッカーとして運用できるとなおよしみたいなイカレカードなんで、1枚はぜひ所持しておきましょう。次、ネオラントVこいつも下手したら月光が以上の採用率を誇るカードになる。っていうか多分月光がより上かな。特性ルミナスサインで手札からベンチに出すだけで山札から好きなサポートをサーチしてこれるポケモン。このカード1枚デッキに入れておくだけでハイパーボールなどが実質好きなサポートに化けることになるので、博士の研究とか各種ドロー系のサポートを引けず事故って負けるっていう事態を防ぐことができます。つまりこいつも役割としてはさっきの月光河と割と似ているところはあって、デッキの安定性の担保と事故防止ですね。月光河に関してはデッキによっては他の輝くポケモンが優先される場合もあるんですが、ネオラント V に関してはまあおそらくこれからいろんなデッキに1枚ないし2枚採用されてもおかしくないと思います。序盤ネオラントを使わなかった場合は終盤にボスの指令やらツツジなど、そういったゲームを決めるサポートを持ってくるのに使えますし、とにかくこれ1枚あるかないかでデッキ全体の安定感が天と地ほど変わるので超必須。次、マナフィ。特性によってベンチポケモン相手の攻撃から守ることができる。わかりやすい例でいくと、最初に紹介した輝く月光河の月光手裏剣を打たれた時被害を抑えることができますね。こいつは正直デッキの流行りというかトレンド次第で入ったり抜けたりするカードなんですけれど、ベンチポケモンにダメージを与える技って本当に多いんで、基本的に1枚採用されてる場合が多いです。ちなみにこれから出るテラスタルポケモンって全員個別にベンチにいるとダメージ受けないっていう効果持ってるんですけど、結局あいつらって進化前はそんな効果持ってないし貧弱なだけなんで、なんやかんやこいつは必要になると思われる。次、アルセウス V スター。アルセウス V の進化ライン、 V スターを代表するポケモン。対戦中に1回だけ使える V スターパワーっていう能力によって、山札から好きなカードを2枚確定サーチでき、技でダメージを与えつつポケモン V を育てることもできると。ちなみにポケモン V っていう表記は VMAX、 V スターも含むので、進化前あと関わらずエネルギーはつけることができます。こいつはっていうか、アルセウス V スターを使ったポケモン V のデッキは新レギュレーションでもおそらく引き続き強いと思います。てかやっぱ対戦中一度だけ使える V スターパワーってやつがポケモン EX にはない特権ですね。これだけで V スターはまだまだやれます。アルセウスの技ではポケモン EX にエネルギー加速できないんで、そこは共存しづらいんですが、ポケモン V 環境を代表するデッキとして今後もアルセウス丸々みたいなデッキは間違いなく活躍すると思われる。次、ドラピオン V。 こいつはかなりピンポイントな対策用のカードになるんですが、一言で言うとミュー VMAX 対策の1枚。ミューって今までも当然強かったデッキなんですけれど、新レギュレーションでも相当強いことがほぼ決まっていて、ミューに対して1枚入れとくだけで勝率が一気に高まるのがこのドラピオンっていうカード。あとこいつ所持するならついでにもう1枚持っておくといいのが空の封印石っていうカードですね。まあ、簡単に言うとドラピオン V にこの空の封印石つけてミュー VMAX に突撃すると再度お手軽に4枚も取れてしまいますよっていう。まあこのドラピオンと空の封印石あるとね、ミューのデッキに対してかなり楽になるんで、まあおそらくミューも強いんでね、ドラピオン V も引き続き需要は高いと思います。次、輝くリザードン。本日2枚目の輝くポケモンなんですが、こいつは月光河とは違ってどこにでもとりあえず採用
できるほどの汎用性というわけではないんですが、サブアタッカーとしての性能がぶっ飛んでます。特性エキサイトハートによって相手にサイドを取られれば取られるほど技に必要なエネルギーが軽減されていき、最終的に相手の残りサイドが2枚になってからは脅威の1エネ250ダメージ、しかも倒されても取られるサイド1枚っていうバケモンに変身。こだわりベルトを巻けばポケモン V スターもワンパン圏内、診断で登場する魔剣気ハチマキもうまく使ってやればポケモン EX などに対しても280ダメージで、1進化のポケモン EX までであればほぼほぼワンパン、終盤のアタッカーとしては最強レベルの性能。ただどうしても炎エネルギーを採用する必要があるため、採用できるデッキに多少の縛りはあるんですが、まあ最悪炎エネルギー1枚いればこいつ起動できてしまうんでね、アタッカーの枚数に不安あるようであれば 1,2 枚の炎エネルギーと一緒にとりあえずこいつ入れとくだけでも大いにありっていうレベルのカード。ポケモンはこんなところかな。トレーナーズはまずグッズからになるんですが、1枚目穴抜けの紐、実はカードリスト公開前はそんな紹介する気なかったんですけど、診断のクレッフィーとかよりイカれた特性持ちのせいで残念ながら必須レベルのカードになってしまうことが予想されます。お互いにバトルポケモン、ベンチポケモンと入れ替えるっていう効果なんですけど、種ポケモン主体のデッキはクレフィ1枚バトル場にいるだけで特性全部止まって何もできなくなる可能性が高いんで、相手のバトル場のクレフィを無理やりどかす役割で採用率が高まりそう。単純にグッズとしても非常に強くて、自分の入れ替え手段になりつつ、場合によってはボスの指令のように使える単体性能高めのグッズなんで、クレフィ流行る流行らないに関わらず所持しておくことを推奨します。次、バトルビップパス。このカードを今回紹介する中では多分唯一若干シングル価格高めのカードなんですが、効果は1ターン目のみ限定で、山札から種ポケモン2匹出せるというイカれた効果。これ1枚で診断で登場するネストボール2枚分になっちまうと。現在は主にミュー、ロストケイト、その他もろもろのデッキで採用されてますね。ただポケモンの展開手段としてはあくまでいつでも使えるネストボール、時点でハイパーボールがまあまずは優先されると思うんで、それでも足りなくてどうしても1ターン目に置きたいポケモンの数が多い場合なんかに採用となります。まあ今ってハイパーボールやらレベルボールやらその他もろもろポケモンサーチする系のカードって結構多いんで、意外とその辺で十分足りてる可能性もあります。ポケカにしてはシングル価格ちょっと高めのカードにはなるんで、暫定余裕があればといった感じです。次、レベルボール。 HP90 以下限定のポケモンサーチ。ネストボールと違って条件に当てはまれば進化ポケモンでも持ってこれる点が特徴。これから出るポケモン EX って、まあ、進化元が大体 HP90 以下のやつが多いんで、これからネストボールと合わせて採用される可能性高いですね。とりあえずこういうポケモンサーチ系のカードって持っといて損はないので4枚所持しておくことをお勧めします。次、ロストスイーパー。手札1枚を捨てて、正確にはロストゾーンに手札を1枚置いて、場の道具かスタジアムを破壊できるカード。ここでは一旦ロストゾーンの話は置いといて、これ1枚でポケモンの道具とスタジアムをどっちか選んで壊せるっていうところが非常に便利。まあ主に厄介なスタジアム対策としつつ、場合によってはポケモンの道具も割れるカードとして、よく1枚ないし2枚採用されてますね。グッズは以上、続いてサポートなんですが、1枚目がボスの指令。これなんか基本的すぎて途中まで抜けてたんですけど、ボスって新シリーズでまだ出てないんですね。効果は単純明快、相手のベンチポケモンをバトル場に無理やり引きずり出すというもので、弱ってるポケモンや後ほど脅威となるポケモン、裏で相手が育ててるポケモンを呼び出して倒すためのカード。まあよく言うんですけれど、ポケカは終盤このカード引けるかどうかで勝負決まることが大半ですね。ちな、今日紹介したカードの中だとトップクラスに必要なカード、おそらく全てのデッキに2枚ないし3枚採用されます。ネストボール、ハイパーボール、博士の研究と並んで言うまでもないレベルの超重要なカード。まあそこら中で再録されてるんでね、入手はしやすいと思います。2枚目、ツツジ。相手のサイドが減った終盤に使って、相手の手札を減らすことで選択肢を狭め、逆転を狙うためのカード。これも個人的にはかなり必須級のカードになりそうなんですけど、相手にサイドを先に取られまくった後でも、ツツジ絡めて相手のポケモン倒すことで、後ろのポケモン育たなくて逆転勝ちみたいなのが、まあ、しょっちゅうありますね。不利な状況をまくるためのカードとして、採用率も比較的高く、こちらもボスと並んで超重要なカードとなると思います。続いて、クララ。トラッシュのポケモンと基本エネルギーを2枚ずつまで手札に加える、いわばリカバリー的な役割を持つカード。序盤に博士の研究やハイパーボールで捨ててしまったポケモンであるとか、倒されたけどもう一度使いたいカードなんかを回収するために主に使用される。今まではこういうリカバリー系のカードって普通の釣竿っていうグッズが使われてたんですけど、あれが今度のレギュレーション変更で使えなくなっちゃうんで、これからはまあその後釜としてクララが使われるケースは増えると思われます。サポート最後、キバナ。前の相手の番に自分のポケモンがやられてないと使えないっていう条件付きなんですけれど、トラッシュからエネルギーを1枚ポケモンに加速しつつ、山札から好きなカードをサーチできるっていうサポート。本来1回の番に1枚しか付けられないエネルギーに加えて、追加でもう1枚エネルギー加速できるんで、育ちきってないポケモン一気に育てて奇襲できる点がポイント。本来1回の番に1枚しか付けられないエネルギーに加えて、追加でもう1枚エネルギー加速ができるんで、育ちきってないポケモンを一気に育てて奇襲かけられるっていう点がポイント。加えて好きなカード1枚
枚もね、サーチしてこれるんで、次の番以降の準備をするもよし、この番必要なカードを持ってくるもよし、基本エネルギーを使うのであれば、幅広いデッキで活躍が期待できる1枚、キバナもまあまあ使うデッキ多いと思います。サポート終わり、次はスタジアム、1枚目、いただきへの雪道。スタジアムの中だとまあ一番っすかね、これは。ルール持ちのポケモンの特性止まりますよって書いてあるんですけど、このルール持ちっていうのは、今だと主にポケモン V、ポケモン EX、輝くポケモンあたりかな。まあ、輝く月光がネオラント V、アルセス V スター、輝くリザードン、ミライドン、コライドン、その他 ETC、本当に幅広いポケモンがこれ1枚で止まります。雪道1枚貼られただけで特性使えずに負けてしまうっていうゲームも少なくない。このカードの存在を常に警戒しなければいけないくらいゲーム全体に影響を与えているスタジアム。いつどのデッキにも採用される可能性のあるカードなので、ぜひ所持しておいていただきたい。そして、いついかなる時も雪道ケアを忘れないで生きていてほしい。で、本日紹介するカードとしては、ラスト、ダブルターボエネルギー。つけたポケモンの火力を20減らす代わりに無色2個として働くインチキエネルギー。実質アルセウス V スターが2枚のエネルギー手張りで攻撃できるようになりますし、ミュー V マックスはこれ1枚で技打てるし、他にもとにかく無色2個を要求するポケモンは星の数ほどおりまして、そういったポケモンたちに1回の手張りで2個分のエネルギーをつけられる超絶お得なカード。このエネルギーも本当にいろんなデッキで使うんで、4枚必須レベルですね。悪いことは言わんで持っておきましょう。はい、という感じで、いろんなデッキにも入りうる。とりあえず何作るにしても、まあ持っといた方がいいかなっていうカード基準で、今回は15、6種類かな、まとめてみました。まあ他にも当然タイプを絞れば強いカードっていうのはたくさんありますし、クロウト向けだけどクソ強いトレーナーズっていうのもたくさんあります。まあけどまあスカバイシリーズ始める前にちょっと前のカード集めておくってなったら、この辺集めておけばまあ結構間違いないんじゃないかなっていう気はしますね。ちなみに今日紹介したカード、まあ大体が去年出た V スターユニバースっていうパックに再録されてて、パック自体の入手は困難なんですが、再録によってシングル価格が軒並み落ち着いてるのが今なんで、ぜひ今のうちに集めておいて損はないと思います。まあどこにも再録されてなくてちょっと集めるのめんどくさそうっていうカードは、 C っていうならバトルビップパスぐらいかな。あとは今度診断と一緒に発売するプレミアムトレーナーボックスってやつにもここで紹介したカードかなり収録されてるんで、まあ入手簡単ではないかもしれないんですが、買えるタイミングがあればそっちの購入もかなり視野かなと。ここで紹介しきれてないカードももちろんあると思うんで、よければこんなのもあるよ的なのをコメントに記載していただけると、初心者の人なんかがね参考になると思うんで、ポケカ経験者の皆さん、よければご協力お願いします。ほな今日はこの辺でお会いしましょう。バイバイ。